1923年9月1日、昨夜から降り続いていた雨も10時には止み、澄み渡る青空が広がっていた。正午まであと少しとなる11時58分、かまどの火が吹き上がる、そんな時分であった。ゴーッという地鳴り音がしたかと思ったその瞬間、突如体を突き上げるような揺れが襲った。揺れはすぐさま横揺れと変わり、その激しさを増す。未だかつて経験したことのない激しい揺れに、逃げることはおろか立つことさえままならない。家が崩れる音なのか、地面が裂ける音なのか、大きくて不穏な音が叫び声とともに耳を突き刺す。揺れは収まったかと思うとまた激しく揺れ、その都度家具や柱をなぎ倒していく。そんな繰り返しが三度訪れた後、揺れはようやく収まった。表に出ると見慣れたはずの町並みはその姿を変えていた。家々は崩れ、道は曲がりくねり、ところどころ地割れが口を開けている。逃げ惑う人、大声を上げている人、ただ呆然と立ち尽くす人、通りは人で埋まり喧騒に包まれていた。しばらくするとあちこちで火の手が上がった。かまどの火が崩れた柱に燃え移ったのだ。火は檻からの強風にあおられ勢いを増し、家から家へと燃え広がっていく。反証が鳴り響く中、立ち上る煙と火の粉はそれまで澄み渡っていた青空を遮り、この災いの大きさを指し示すかのように天に広がっていった。今からちょうど100年前にあたる1923年9月1日、未曾有の大災害、関東大震災が起こりました。震源域は相模トラフを真下に抱えた神奈川県から千葉県南部。マグニチュード 7.9 という凄まじいエネルギーが関東一円に震度6を超える巨大な揺れをもたらしました。震災による死者行方不明者は10万5千人、全半壊もしくは全焼した家屋は29万戸、避難を必要とした世帯は70万をも超えたと言われています。電気、水道、道路、橋梁、鉄道といった社会インフラも壊滅的な被害を受け、都市機能は麻痺し、復旧作業もなかなか進まない中、混乱と欠乏が蔓延した生活が長らく続きました。この震災によって失われた経済損失も莫大なものとなり、当時の額で55億円にまで膨れ上がりました。これは GDP 国内総生産の実に 37% に相当する金額。東日本大震災の経済損失が GDP の 3% だったことを考えると、あの東日本大震災が10回立て続けに起こったとしても関東大震災の損失に及ばない、そんな途方もない社会的インパクトだったのです。人的に、そして社会的にも壊滅的被害を及ぼした関東大震災は、痛みとともに自然災害の恐ろしさを私たちに知らしめました。相模原市から宮ヶ瀬湖へと続く道に地震峠という何とも忌々しい名前の峠があります。その名の由来は、この峠が関東大震災で起こった地滑りによって生まれたからに他なりません。峠の脇にひっそりと祀られている供養塔、これはその地滑りによって生き埋めとなり命を失った
16人の村人へと手向けられたものです。関東大震災では多くの土砂災害が起こりました。震源地である神奈川では特に多く、その被害箇所は100箇所以上に上ります。土砂の崩落は山間部に限らず、傾斜地の多い横浜、横須賀、鎌倉などでも数多く発生し、多くの人命を奪いました。中でも関東大震災最大の土砂被害を出したのは小田原市根府川でした。箱根の山々を背にし、眼前に広がる相模湾、この穏やかな海沿いの町、ここ根府川が関東大震災のその日、惨劇の場となったのです。まず震災当時も今と同じ場所にあった根府川駅が悲劇に見舞われます。本震の揺れによって駅背後の斜面が地滑りを起こし、その土砂に巻き込まれる形で駅舎と停車中であった列車が高さ45メートル下の海へと突き落とされます。乗客と駅構内に居合わせた人を合わせて犠牲者の数は100名以上。それは一瞬の出来事でした。それから5分後、さらに大きな被害が駅の麓に広がる集落を襲います。山津波です。この村に流れる白井戸川上流で大規模な山崩れが起こり、前日に降った雨を多量に含んだおびただしい量の土砂が一気に白井戸川の谷沿いを駆け下っていきます。大音響の地響きを轟かせ、土煙を立てながら大量の土砂が根府川集落の家々を次々と飲み込んでいきました。山崩れのあった上流から集落までの4キロをわずか5分、最大瞬間速度は時速150キロをも超していたと言われ、押し寄せた土砂の高さは今と同じ形状の当時の鉄橋に達するほど高く、人々は山が来た、山が来たぞと逃げ叫んだと言われます。この山津波によって64戸の家が土砂に埋まり、死者・行方不明者の数は400を超えました。震災の揺れの後に襲ってきた土砂の波、それは抗うことすら許さないとてつもなく恐ろしい自然の力だったのです。2年前、一冊の絵本が出版されました。逗子小坪の関東大震災、109歳の証言。12歳の時に震災を経験した高島富士さんの証言をもとに描かれた絵本で、当時の様子を克明に記しています。絵本の主人公富士さんは今も元気に暮らされています。御年112歳。雨戸を外せってね、雨戸を外して字が割れないようにして、その上にみんなでお尻をついて、割れないからと思っていいと思ってたら、どん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 字割れがしてきたんですよ。字が割れてきたの。それでこれじゃいけないから、砂地の浜へ逃げようって。浜はほら砂地だから割れないからね、浜へ逃げようって言ったら、漁師のおじさんが津波が来るぞって言って、今度は今来た道を、私の家の前の通りを通って、は階段を上がって墓場へ行ったんね、それで墓場で夜を明かして。富士山が住んでいた逗子市小坪は、関東大震災で神奈川県最大の水害被害を出した場所でもあります。絵本ではその時の津波の様子も伝えています。震災直後、弟を抱えて浜辺へと避難した富士山は、津波が来るぞという漁師の声にすぐに高台へと引き返しました。どうにか一命を取り留めた富士山でしたが、逃げ遅れた人もいたそうです。津波来ましたよ。私がこうに振り返ったら、私の足元に、もう波が来てまして、
間に合わなかったも人がいるんですよ。だからその波が来るぞって木に登りきらないうちに今度は木ごと放られたから、地震の方が強かったからね。それで木に捕まったまんま、亡くなったんですよね。小坪の隣町鎌倉にも津波の記録が残っています。本震の揺れの後、数百メートルにわたって潮が引き、いつも波打っている浜辺は延々と続く干潟と化したそうです。そしてその数分後、国家色の大波が押し寄せました。津波の高さは6メートル。電柱を水没させるほどの高さで、海岸通りの家屋や旅館を次々となぎ倒していきました。岸から1キロ登った場所にある延命寺にまで達し、そこに至るまでの多くの家々を海の木図と変えたのです。倒壊や火災を含め、鎌倉では3600戸の家屋が被害に遭い、死者・行方不明者は400人以上を数えました。だから地震の怖さっていうか、むしろ津波の方が、その地震は一時でしたけどね、津波はやっぱり怖かったですよね。関東大震災は二次災害の際立った震災でもありました。その最たるものは地震発生後に同時多発的に起こり、強風によって瞬く間に燃え広がった火災です。炎が竜巻のように立ち上る火災旋風が発生し、火の海が人々を襲い、同時にその行く手を阻みます。荒れ狂う炎が逃げ惑う何万もの命を飲み込んでいきました。東京より火災の発生件数が多かった横浜は熾烈を極めました。石油工場にも火の手が上がり、炎が町に襲いかかります。この絶望の最中、わずかな救いとなったのが横浜公園でした。広大な敷地を要した横浜公園が炎の連鎖を食い止め、近くの水道管の破裂という幸運も重なり、逃げ込んだ数万人の命を取り留めたのです。また忘れてならないのは、横浜港に停泊中であった外国船舶です。乗船人員を超えてもなお人々を受け入れ、数多くの人命を救いました。横浜港へ、そして外国船舶がなかったら、その被害は東京以上になっていたとも言われています。町を襲った二次災害は火災だけではありません。液状化もその後の生活に大きな支障をきたしました。地盤は傾き、道には大きな裂け目が生まれ、ところどころで泥水が吹き上がる液状化。横浜、川崎、相模川と酒匂川沿岸などでその被害が著しく、今の横浜市曙町あたりでは吹き出た泥水で1メートル近く冠水となり、また高島町では地盤が2メートル以上沈下したとの記録があります。家を奪うだけでなく、町までも壊していった関東大震災。当然ライフラインは寸断されます。国、自治体が総出で立ち向かうも、その復旧には長い長い年月がかかりました。100年前、先人はあの関東大震災から立ち上がりました。傷つきながらも前を向き、目覚ましい復興を遂げたのです。先人は町を再び築く際、そこに石踏みを添えました。これもそんな石踏み、慰霊碑の一つです。石踏みにはあのおぞましい9月1日の文字が刻まれています。9月1日がどれほど凄惨であったか、決して忘れぬよう、後世の私たちに語りかけている言葉です。
神奈川県には関東大震災の傷跡が各地に残っています。それはただ痛みを伝えるためだけにそこにあるのではなく、その地に暮らす人々が災害の恐ろしさを知り、何をすべきかを考えさせるために先人から送られたメッセージです。私たち一人一人がそのメッセージをしっかりと受け止め、すぐそこまで来ている大規模地震に備えなくてはなりません。地震大国日本で暮らす私たちは、あの関東大震災を風化させてはいけません。過去からの助けを未来へとつなげなくてはならないのです。私たちはこれからも語り継いでいきます。ここ震源地神奈川の傷跡と教訓を。